皆さんこんにちは、週末菜園田中です。今日は畑の様子を見ていこうと思います。今年はニンニクがめちゃめちゃ調子よくて、去年3ヶ月かけて貯めた卵殻を撒いたんですけど、それが良かったみたいです。でこっちの細めなのはホワイトロッペンニンニクなんですけど、こいつはいつも成長遅いので、まあ大丈夫だと思います。見てください、この軸の太さ。これスーパーの中国産ニンニクなんですけど、親指並みに太くなってます。今年はかなり期待できそうですね。で、こっちがスナップエンドです。発芽した時は綺麗に揃って発芽してたんですけど、結構冬越しでお亡くなりになってしまってますね。で、そろそろフェンスも設置していきたいんですけど、まだできていません。で、こっちの方はそら豆ですね。ちょっと混み合っちゃってるので、間引きが必要かもしれません。で、こっちの方にあるのが、人参とネギです。両方取れ続けてるんですけど、ネギがちょっと遠立ってきたので、そろそろ限界ですね。で、白菜は観賞用の菜の花になっちゃってます。まあ、綺麗だからいいんですけど。で、これはジャムを作りたくて、去年育ててみてたルバーブです。なんか寒さでやられちゃってたように見えたんですけど、意外とまだ大丈夫でした。収穫は2年目からなんで、今年こそジャム作ります。で、こっちにあるのはこの前植え替えたアスパラです。細いのが出てますね。ていうか細いのしか出てないですね。で、植え替えられなかった方も出てきてます。これも細いんで、来年に期待ですね。で、こちらは去年植え替えたニラです。3株ぐらいを植え付けたんですけど、あっという間に増えましたね。これでニラには困らなそうですね。で、収穫して大好きな肉ニラを作ろうと思います。で、こうやって根元から切って収穫しても、2週間ぐらいすればまた収穫できるようになるので、すごい便利な野菜です。収穫したては柔らかくて甘くてすごい美味しいです。で、こんな感じで畑見てきたんですけど、もう室内で育ててるトマトの苗が成長しすぎて、早く植えたいんですけど、1日の寒暖差がえぐくて、寒暖差20度ぐらいはザラで、しかもまだ0度とか来るみたいです。皆さんもう植え始めちゃってますよね。いいなぁ、早く植えて。はい。今日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録してコメント残してくれるとすごく喜びます。